屋根漆喰が剥がれていると言われた方へ、屋根漆喰の役割をご紹介します。漆喰が使われている日本瓦棟部はどのような構造で雨漏りを防いでいるのでしょうか。雨水侵入はのし瓦の重なりによって防止されています。青い矢印が雨水の動きです。最下位ののし瓦の下に漆喰が施工されています。雨水は漆喰の外側へ排水されます。漆喰の役割とは、風雨から土台の吹き土を守っている保護材です。漆喰が剥がれても吹き土が徐々に浸食されるだけです。すぐに雨漏りはしません。結論、漆喰とは吹き土の保護材のことである。